STS-122 は国際宇宙ステーション組み立てミッションのために2008年2月にスペースシャトルアトランティスによって行われた14日間に渡る有人宇宙飛行である。ミッション内容はコロンバスの打ち上げ設置等であった。なお、STS-122 で ISS に到着したレオポール IR 宇宙飛行士は 第16次長期滞在クルーの一員として ISS に残り、代わりにダニエル・エムタソラ飛行士が地球に帰還した。STS-122 は当初2007年12月6日に打ち上げを予定し、当日燃料を注入する作業を始めたものの、燃料枯渇センサの異常により打上げを中止した。その後のトラブルシューティングに時間がかかり、また、クリスマス休暇。 年末年始にかかったこともあって、STS-122 の実施は、翌2008年の2月にずれ込んだ。この打ち上げ遅延のため、STS-122 で地球に帰還する予定の谷空飛行士は、翌年の2月まで ISS に足止めされる形となったが、この間の2007年12月19日に実母が交通事故にあって死亡するという悲劇に見舞われた。 カッコ内の数字は今回を含めたフライト経験数。ありがとうございます。